浜風は、西日本旅客鉄道が、大阪駅、霞駅、浜坂駅、鳥取駅間を、東海道本線、山陽本線、万丹線、山陰本線経由で運転されている特別急行列車。北、近畿ビック X ネットワークを形成する列車の一つでもある。万丹線経由で運転されていた、優等列車の遠隔についてもここで記述する。主に、 兵庫県の田島地方と県南部の姫路市、神戸市や大阪市を結ぶ役割を持つ列車の一つ。福知山線経由の特急、松風の補充列車及び、姫路駅での新幹線連絡も兼ねて1972年に、新大阪駅、大阪駅鳥取駅、倉吉駅間を万端線経由で運転を開始した。特急、浜風の以前には、暴走地区の臨時列車に、 浜風が設定されていた。2006年3月18日の寝台特急、出雲の廃止後、余部橋梁を通過する特急列車はこの浜風のみとなった。また、鳥取駅発着の列車は一往復しかないため、浜坂駅鳥取駅は、山陰本線では特急が一切通らない、マスラ駅畑瀬駅間に次ぐ特急列車の本数が少ない区間でもある。 列車名は1955年に国の天然記念物に指定され、日本最大級の砂丘でもある、鳥取砂丘に吹き付ける浜風から取られた。2019年3月16日現在の運行外況は以下の通り、大阪駅霞駅間、大阪駅浜坂駅間、大阪駅鳥取駅間で、それぞれ1往復、合計3往復運転されている。客には、 大阪駅浜坂駅間で臨時列車として一往復設定されている。また、カニのシーズンには11月と12月の週末、1月から3月中旬までは毎日大阪駅浜坂駅間で臨時列車、カニカニ浜風が運転される。キハ189系の投入と、並行し、プラットフォーム、信号機器など、地上設備の整備事業が、 沿線自治体の負担で行われていたが、地上設備の改良工事の一部が完了したことにより、2012年3月17日のダイヤ改正からスピードアップを行い、所要時間が最大15分短縮された。列車番号は g 数2 d で大阪発が下り列車として奇数の番号を使用しており、列車番号は全区間で同じである。 2016年3月25日まで、機動車列車で 1D の列車番号を付与される列車は、浜風1号が唯一であった。3.6号の延長区間は8000番台の列車番号を付与し、3号が 803D、6号が8 0 0 d となっている。臨時列車の88.89号は9000番台の列車番号を付与し、88号が 9088D。 89号が 9089D となっている。カニカニ浜風は下りが 8091D、上りが 8092D となっている。大阪駅、三宮駅、神戸駅、赤石駅、姫路駅、福崎駅、寺前駅、行野駅、和田山駅、岡駅,駅、高原駅、豊岡駅、木の先温泉駅、竹野,野駅、霞駅、浜坂駅、岩見駅、鳥取駅2010年11月7日から、 京都総合運転所に所属する、キハ189系機動車が使用されている。グリーン車はなく、普通車のみの3両編成での運転を、基本多客時には2編成を連結した6両で運転される。かつては自由席が連結されていたが、2021年3月13日より全席指定席となった。運転を開始した百七十二年から百八十二年までは、 キハ80系機動車が使用され、1975年までは、倉吉駅発着列車には、食道車も連結されていた。1982年からは、キハ181系機動車が使用されていたが、長期使用により老朽化が進み、2010年11月6日を、最後に、キハ189系に置き換えられた。 これにより、キハ181系機動車による定期運用は消滅した。カニカニ浜風カキに小絶するほか、急行、アジメグリ浜坂、アジメグリ田島カニスキも1998年度まで運転されていた。また、シュプール号やマリン列車として、田島ビーチ、マリン浜風も運転されていたことがあった。 カニのシーズンを迎える11月から3月にかけて JR 西日本から発売されている駅長をおすすめ、駅プラン、カニカニ日帰りエクスプレス期間中は特急列車の利用が多く見込まれるため、1999年から期間中の土曜、休日を中心に定期列車の補充として1999年からカニカニ浜風が大阪駅浜坂駅間で1、 往復運転されている。当初は展望室があるエーデル車両を使用し、2000年からキハ181系が使用されていたが、キハ181系による運転は2010年12月23日で終了し、2011年1月からはキハ189系で運転されている。カニカニエクスプレスでは現在でも唯一運転されている列車である。2010年度から 運転区間が浜坂駅まで延長された。以前から地元から延長の要望があったものの、余部橋梁で強風による運行規制が頻発していたため、安定的に運行できないとの理由で実現していなかったが、2010年8月に余部橋梁がコンクリート製の新橋に掛け替えられたことにより、解消し、浜坂駅まで延長運行が行われるようになった。 停車駅は基本的に浜坂駅発着の浜風と同じで浜風が東京のみ臨時停車する加古川駅、助ケ駅にも停車するが行野駅、八日駅、高原駅は上下とも停車しない。カニスキ号として運転されていた列車を1991年度から名称が変更され急行・味巡り立場として運転を開始。 1999年度から2004年度まで、カニ、カニ田島として、大阪駅浜坂駅間で運転されていた。使用車両は、1999年度は14系200番台、客車、2000年度脇原65系のリゾート車両が、充当された。2002年度からは、特急列車化された。営業上の特例として、大阪駅、 天ヶ崎駅和田山駅間を途中下車しなければ、万端線経由で乗車しても、福知山線経由の運賃、料金が適用される、列車特定区間が適用される。これは、もともと、浜風、田島が、松風、大山、丹波の保管目的で設定されたことに由来している。1986年11月1日に、松風などが廃止され、北近畿。 高野鳥に移行してからは、制度本来の趣旨とは異なるものの、他の大阪、神戸と田島地方、鳥取県東部の直通特急列車が1989年3月11日のエーデル鳥取設定まで一旦失われたことへの救済という性格を持つことになった。しかし1994年12月3日、静急高線が開業して、ハクとスーパーハクと が運行を開始すると、阪神地方と鳥取県の東部との間の往来は、もっぱらそちらに移り、当該区間の旅客への便宜という意義は、本制度からはほぼ失われた。ただし、田島地方と大阪方面の往来客にとっては、本制度は未だ有用である。田島兵庫県の南部の神戸市と、北部日本海側の豊岡市を結ぶ、快速列車として1952年に運転を、 開始した。京都駅や大阪駅から北近畿方面に、準急列車が運転されるようになると、1960年に、準急列車化された。田島は準急化に合わせて、蒸気機関車牽引の客車から機動車の運転に変わり、神戸駅と洋日駅間では2時間台で結ぶようになった。1965年に同一経路で運転されていた、準急 ゆみを統合することにより、1966年には、4往復で運転されるようになった。この本数のまま、1966年に、急行列車化されるが、1972年に特急、浜風の運転開始に合わせて、2往復に、クリーン車が連結されるようになるが、一部列車の一部区間で、普通列車として運転されるようになったり、大阪駅姫路駅間では、 姫新線に直通する急行、美まさかと並結される列車も登場するようになった。利用客の減少や山陽本線内での新快速の増発などによって1989年3月11日には、姫路駅と洋歌駅、鳥取駅間の運転に短縮され、1996年3月15日に廃止された。 岩見木の先温泉への観光客輸送列車として1953年に大阪駅木の先駅間で快速列車として運転を開始し阪神間からの利用が便利であることから大好評であった。1958年に準急列車化されるも田島と同一経路であることから1965年に田島に統合されて廃止された。1971年には 大阪駅鳥取駅間で臨時特急が運転された際には岩みの列車名で運転された。浜風の運転開始前の奈良市運転的意味合いも兼ねていたとされる。列車名は入浴の加護的な表現が由来となっている。浜風の運転開始まで浜風の誕生きた近畿ビッグ X ネットワーク構築後。ありがとうございます。